プセルロスと皇帝ミカエル7世ドゥーカス、ミカエルプセルロスは東ローマ帝国の政治家、哲学者、歴史家。当時目まぐるしく変わった皇帝たちに強い影響力を持った人物として、また、その皇帝たちの知性についてまとめた歴史書、年代記を表した人物として知られている。プセロス、プセロスとも表記される。プセルロスの生涯に関する主要な出典は、 彼の著作である。そこには彼の自伝的とも言える下りが参見される。それによると彼はおそらく首都コンスタンティノポリスで生まれた。彼の家族はニコメディア出身で、先祖からはエリート貴族や失政官を輩出したという。彼の洗礼名はコンスタンティノスで、ミカエルは後に聖職者となった時の名である。プセルロスは おそらく演説のまずさに由来する彼の通称であると思われる。彼はコンスタンティノポリスで教育を受けた。10歳頃には姉の持参金を増額する助けのために地方裁判官の秘書として首都の外に派遣された。彼の姉が没した時に彼はその仕事を辞め首都に戻って研究をまとめた。ヨハンネス・マウロポーズの下で学んでいる間、 後のコンスタンティノポリス総主教コンスタンティノス3世、ヨハネス8世及び後の皇帝コンスタンティノス10世、トゥーカスと出会った。しばらくの間、再び諸地方に勤務したが、今度は彼自身が裁判官として出会った。1042年よりも少し前に、彼はまたも首都に戻った。ここで彼は皇帝の大法官の秘書として、宮廷で下級の地位に就いた。そこから彼は、 宮廷での発言力を急速に高めていき、ついには皇帝コンスタンティノス旧世モノマコスに強く影響する政治的な助言者となった。同時に彼は哲学執政官の肩書きで新たに創設されたコンスタンティノポリスのアカデミーの主任教授となった。モノマコスの帰省末期に彼は政治的圧力を感じ、1054年に宮廷を去ってビチュニアの総員に入った。 しかし、モノマコスが死ぬと、その後を継いだ女帝テオドラに呼び戻され、再び宮廷入りした。その後、彼は、次々変わった皇帝たちの行為の相談役として、政治的に活発に動き続けた。彼は、1057年のミカエル6世イストラティオティコスから、イサキオス一世、コムネノスの交代劇において決定的な役割を演じ、続く、 イサキオス1世からコンスタンティノス10世、さらには、ロマノス4世ディオゲネスからミカエル7世ドゥーカスの、時にまで、同様の役割を演じ、一種のキングメーカー的な地位を、保った。プセルロスは、ミカエル7世の父コンスタンティノス10世の知性化では、ミカエルに、家庭教師として仕えていた。また、ミカエルが、ギフロマノス4世や敵対者をしのけて、 権力を掌握する上でも重要な役割を演じた。このため、プセルロスは、おそらく教師喧嘩弾役として、なおも影響力を行使できると期待したことであろう。しかし、ミカエルは、プセルロスを、あまり庇護しなかったようであり、1070年代後半以降には、宮廷でプセルロスが振るった影響については、ほとんど見出せなくなる。プセルロス自身の自伝的な記述も、 この時期以降に関する記述は見られなくなる。研究者の中には、1070年代のある時期に、彼が再び総員に隠居したと見る者も,もいる。また、多くの研究者は、1078年にミカエル7世の、没落して間もなく、プセルロスが没したと見ている。プセルロスの著者の中で、最もよく知られ、最も参照しやすいものは、年代記であろう。これは、 プセルロスの時代につながる、ほぼ100年間の東ローマ皇帝の歴史を対象としており、主として、電気形式で約50年にわたる知性を誇ったバシレオス2世からミカエル7世の途中までを扱っている。当時の他の歴史書と異なり、政治的、軍事的事件の詳細よりも、登場人物の叙術が強調されている。そこには、プセルロスの政治的な上や、 知性的な進歩に関する詳しい自伝的要素も含まれている。それらは彼が精力的に政治に関わった時期により重点が置かれており、ナカンズクコンスタンティノス旧世の知性に重きが置かれている。これは作品全体に政治的回顧録の特色を付与している。本書は二部構成で書かれたと考えられている。第一部は イサキオス一世までの皇帝を対象としている。コンスタンティノス九世の記述では、コンスタンティノスに批判的な見解を述べているが、コンスタンティノスの在世中彼を賛美する演説を残したのは、他ならぬプセルロスであり、6世紀のプロコピオス同様、東ローマの知識人の本音と建前の使い分けが伺える。第二部は、弁解じみた調子を帯びつつ、プセルロスの当時の被護者、 トゥーカス王朝の皇帝たちに寄せられた惨事が大半である。コンペンディアムマシマティカム1647プセルロスは他にも多くを書き残した。かつては東ローマ帝国には別のミカエルプセルロスが存在したと考えられていた。その人物は旧世紀のアンドロス島に住んでいたポティウスの弟子で皇帝レオン六世の教師を務めた。このプセルロスは オープセルロスプセヨスザエルダーと呼ばれ、本校で扱ってきたプセルロスと区別されていた。これは中世の年代記に基づく認識であったが、現在では、そこでのプセルロスの名は、後代の無知な社事性の誤りに過ぎず、オープセルロスなる人物は実在しなかったと、みなされている。ゆえに、このオープセルロスは、現在では、ニセプセルロススードプセヨスと呼ばれている。 ニセプセルロスの名は、現在では、プセルロスに誤って返せられたと考えられる作品の著者を表す時にも用いられている。ありがとうございます。